アブ科の昆虫。アブの一種。幼虫はフェニックスワームと呼ばれる。成虫は体長15から20ミリメートル。体色は黒色。羽も半透明の黒色である。触角は長い。腹部には2つ白紋があるほか、胸部側縁も白いほの毛で薄く縁取られる。腹眼はメタリックグリーンの地にメタリックパープルの細長い、楕円がいくつも並ぶ。 体長20から28ミリメートル。やや淡い褐色をしたうじ虫状の外観で、節々のシワが深い。原産地は北米、中米。人類の大陸間運輸活動に付随して、世界各地に分布を拡大している。日本には1950年頃に侵入し、本州、四国、九州、沖縄本島、宮古島、石垣島、西表島、七島で、 自然繁殖している。成虫は後から9月頃に出現し、夏から秋に多い。幼虫は草や果実、動物の死体や糞などの腐敗有機物を食べるため、家庭の生ゴミやコンポストから発生することもある。成虫も繁殖活動のためこれらに集まるが、口がなく餌は食べない。日本に水泉式便所が普及するまでは、便所周辺でよく見かけられたため、便所鉢と呼ばれていた。 本種の幼虫は温暖な気候の下での大量養殖が比較的容易で、また含有する栄養が量、バランスともに大変優れている。このため世界的に課金、養殖業や実験動物の代替飼料として、またその処理能力の高さから有機廃棄物処理分野でも注目を集めている。幼虫はペットの健全な骨や甲羅を形成するのに重要なカルシウム、 臨比率がおおよそ1.5、1と理想的と言われる1、1から2、1の中間の値を示し、アメリカでは生きエや乾燥状態の商品として、カルシーワーム、フェニックスワーム、レプテワーム、ソルジャーグラブなどの名で流通している。大阪府立環境農林総合研究所は、飼育したアメリカ水アブの幼虫を、養鶏や魚の飼料に、 排泄物と食べ残しを対比に使う技術を確立している。ありがとうございます。